本日のテーマはフェイバリットワードソング見据える未来です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。今回も前回に引き続きですね、沖縄県産マンゴー農園の経営されていたり、マンゴーの普及活動でマンゴーおじとしていろいろ活躍されている戸口敦さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしく。いや、もう前回このまざまざとこのブランディング力というか、あのマネージメント力っていうのをいろいろ聞かせていただいて、もうどぎも抜かされてたんですけど、いやもう面白い、とってもね勉強になります、はい、最終日なんですけども、また引き続きよろしくお願いします。はい、で最終日ですね、いつもはこのフェイバリットソングとかから行くんですけど、今回ちょっとまた前回の引き続き延長がありまして、はい、マンゴーおじいとしてのもう一つやっていることが歌をちょっと作ったっていうところがありますので、そこのお話をお聞きしたいなというところがあるんですけども、はい、まずこのマンゴーおじいのこの歌、はい、この制作、なぜこのそもそも木山商店さんに依頼されたの？ね、プロモーションビデオを1分間で、まあ、はい、SNS の尺で59秒で作ってねと、はい、でそれにはじゃあやっぱりマンゴーレンジャーとしてマンゴーを守るマンゴーレンジャーに変身するプロモーションビデオなんで、やっぱりこのマンゴーレンジャーらしい歌が必要だろうと、でそれをで歌詞を考えて、もう今日も桜の応援っつって、で歌詞を思いついて、曲はやっぱりミュージシャンじゃないから難しいなと、そしたらまあ石垣島の後輩で木山商店っていうミュージシャンがいてね、木山商店として作るとちょっと難しいので、はい、まあ、リーダーの亮さんが個人でちょっとロック調に、はい、まあまあ、ちょっとおじい見たら分かると思うけど、A ちゃんが好きなんで。はい、これまた後ほど。そう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 、はい。そんな感じのロック調で彼がアレンジして作ってくれたので、はい、素晴らしいノリノリの曲に仕上がりました。これ、歌は？歌はおじいが歌ってる。そうなんですか？そう。収録して一緒に。これ先ほどちょっと出たんですけど、この木山商店さんはこの沖縄で活躍するこのローカルアーティストさんで、ものすごく人気あるバンドなんですけども、歌ってるんですね。はい、今このレンジャーっていうのがすごい、自分何回か聞いたんですけど、このマンゴージーの歌をですね、すごいやっぱレンジャーっぽいっす。イケイケゴーゴーで。そういいっすね。そうなんですよ。あれちなみに海岸沿いプシュってやってるじゃないですか、うん、あれまさにワンコインのところですか、ね、そう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 。そうで、飲もうとしたらこのキャーっていうマンゴーの悲鳴が助けてと、そうそうそう、虫やバッタにね、新芽が食べられる食べられないより守るよ。そこなんですね。でこの作った時のこの歌に込めた思いっていうのはどういったものなんですか？あ、やっぱりこれさ、はい、作って後から気づいたけど、はい、もう 2,3 歳の子供が、はい、毎晩5回見ないと眠らないとか、もう内地のね、あの東京の子とか、そういった数多く寄せられて DM で、はいはい、でその子がマンゴージってこの口ずさんでる動画を送ってくれる親御さんがいたりとか、そうで、じゃあ今度ライブの時に、はい、リュウちゃん一緒に参加させてって言って、機嫌のいい時にと、はい、もう子供でも 2,3 回聞いたらみんな耳なじみのするような、はい、みんなでインスタライブの時に、はい、フォロワーさんと一緒にマンゴージってみんなで歌ってる。そうなんですね。はい、こうマジで皆さん一回聞いてインスタライブに入るっていうのが今多分マストなんだなっていうのが分かったと思うので、ぜひ参加してみてください。はい、でこのマンゴーおじの歌をまあいろいろあると思うんですけど、今後主にどういうふうに広めていきたいとかってあるんですか？はい、もう2曲目かな、なんかレゲエバージョンを作ってる、作ってるらしいので、両者が。ちょっと、今1曲だとちょっと勝負にならないので、はい、2曲ぐらいになったら A 弁 B 弁じゃないけど、複数曲になった時からちょっと展開しようかな。あ、じゃあ今まだ練ってる最中なんですね。そうまだまだ。今玉込み中なんですね。はいはいはい、そう。じゃあちょっとまた発射はちょっと待ったってね。じゃあ今からまたいろいろ展開があるということなので、インスタでね、お見逃しなくという部分だと思います。で、そこでですね、このフェイバリットソング、そちらの話に、先ほどちょっと出たんですけども、はい、聞いていきたいと思うんですけども、このフェイバリットソング教えていただいてよろしいですか？はい、矢沢永吉のもう一人の俺。はい、これ実はこの今回の収録の内容を作っている間もずっと聞きながら作ったんですけど、渋いでしょ、しみるっていう、まさにもうAちゃんたるゆえんというか。そうだね。これいつ頃なんかこの曲にハマったんですか？もう何年前から歌ってるけど、
なんだろう、まあ、ロックのイメージが強いけど、ね、まあ、バラード調なんだよね、はい、この曲が、はいはい、で、エイちゃんがよく自分はいいけど、はい、エイちゃんはどう思うかなと、はい、まあ、前に有名な話があって、はい、このコンサートの時に、はい、ホテルのスイートルームを取れなかったと、はい、でジュニアスイートかなんかのしか取れませんでしたって言ったマネージャーに対して、はい、まあ、矢沢永吉はまあジュニアスイートでもいいけど、はい、A ちゃんはそれでいいのかなかっこいいっていうようなこの一シーンがあって、はい、いや分かりましたっていうので、はい、もうやっぱり俯瞰で、まあ、自分を見てる、はい、A ちゃんっていうアーティストを矢沢永吉自身が見てると、うん、でそれは自分自身も、うん、徳田氏これでいいのか、うん、まあまあいろいろ困難にぶち当たった時に、はいはい、逃げたいけど楽したいけどそれでいいのか、うん、徳田氏これでお前それでいいのかって自問自答するのが自分も多かったので、うん、そのシーンがちょっと被ってしまって、うん、A ちゃんを見て、あでそこからもう一人の俺、あそういう意味かなっていうふうに思ってからこの曲ハマりでしたね。あ、じゃあこの人生でいろいろなんか経験していく中でこの曲をまた見つめ直したときに、そうそうそう、あ、なんかこの自分の中に落とし込まれたというか、うん、特にA ちゃんもね、いろいろまあ詐欺やらなんかあって4、50億の借金抱えた後からまた立ち上がってきたっていうのも、まあ自分のね、まあちょっと大きな失敗談と重ね合わせてもなんかいろいろ共感するところが多々あったんで、この歌が大好きだ。これぜひなかなかもしかしたら20代の方には刺さらないかもしれないですけど、自分も40代ですけど、このある程度年いくとこの曲を多分染めるのかなってやっぱ聞いてて思ったので、おすすめの一曲になります。でこの矢沢永吉さん、実はですね、もう曲だけではなくて、その徳さんもやっぱ尊敬する、強いてあげるならやっぱり矢沢永吉さんかなっていう部分を言ってたんですけど、やっぱりこの尊敬するポイントとしては、まあ、先ほど その自分を俯瞰して自分をマネジメントしてるみたいなところはあると思うんですけど、なんかもう尊敬のポイントっていうのは、逆に尊敬したり憧れる人っていうのがいないんだよね。あ自分は自分なので、はい、誰かに憧れてとかなんていうのがないから、強いてあげればっていうのでコメントを出したと思うんだけど、はい、ただまあ言ったのはこのまあ借金抱えても負けずに立ち上がってきた A ちゃんに自分を重ね合わせたかなっていうのが強いてあげればっていうところかな。そういう流れだったんですね、はい、でですね、実はちょっと話がまた別の話に展開するんですけど、実は高校時代テニスをされてたということで、ものすごく強かったテニスボールだったんですよね。で、この県代表として全国大会にも行かれてるというところで、でそこで対戦された方が皆さんご存知の方と対戦されてるんですけど、どういった方と対戦？松岡修造だね。まあ一個後輩なんだけど、はい、彼は指導で、はい、まあ、自分はまあ一回戦を勝って、はい、彼と対戦したけど、はい、まあコテンパンに負けましたけどね。やっぱ強かったんですか？ああ強かったね。はい、もう周りの修造くんってもうキャー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 言われて、あ、その当時からスター性というか、その当時から、そう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 、うもうテニス留学で東京からこの九州まで福岡までテニス留学するぐらいもう強かったので、もうキャーキャーキャーの声援に脱ぐしてしまってちょっと飲まれたとまあ、そんなですね、まあ、この松岡さんとのまた人生の接点がまた面白いんですけども、はい、最後の部分でこの見せる未来、最後ちょっとお聞きしたいなというふうに思うんですけども、最後この戸口さん の見せる未来を教えていただきたいんですけども、なんて書いたっけ、体験型マンゴーのああそうだね、さっき言っちゃったね、はい、そうです、まあマンゴー農業とかね、なんかみんなきついイメージがあるとは思うんだけど、はい、それをまあ SNS 通して、まあハウス内は40何度50度だよって、そんな中でも楽しそうに今やってるおじの姿をみんなインスタとかで見てもらって、まあおじの手伝いに行きたいとか、草刈り一緒に手伝いたいとか、まあそういった汗を流した後に、まあ冷たいマンゴースムージー飲んだり、店に行って海で遊んで庭でバーベキューしたり、そういう一緒になって楽しもうよっていうようなことを今ちょっとずつ発信してて、はい、まあ、今コロナ禍でなかなかうまく進んではいないんだけど、はい、まあ、昨年の10月だったり11月でいろいろ今そういうふうな、まあ、モデルケースとして遊びに来てくれるフォロワーさんもいるので、はい、まあ、それを今後、まあ、もっと展開していけたらなというふうに思っております。まあ、今後ちょっともっとエンターテインメントとして、うん、この衣食住で楽しみながらできるようなこのマンゴーをどうした、はい、
ものが楽しめるのかなということですね。なので、インスタでもうどん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 いろんなことが発信されているので、ぜひ注目していただければなと思います。で最後にですね、この、番組通してちょっと番組に出演に関する感想をちょっといただきたいんですけども、まあ楽しくおしゃべりできたなというのがさ、最後の印象だけど、はい、なんだろう、うまくマンゴー寺の魅力を引き出してくれてありがとうございますMC のお二人という印象です。はい、というところで、今回ですね4回通して沖縄県で、マンゴー農園を経営されながらマンゴーおじいとしてマンゴーの普及活動をされている戸口敦史さんをお送りしました。以上になります。はい、戸口敦史さんへのお問い合わせはインスタグラムやフェイスブックでマンゴーおじいで検索をお願いします。 LSM レディオ YouTube の概要欄からもご確認ください。本日は以上になります。マンゴー G でした。